ほペイオオクワガタ、または、ほっぺオオクワガタは、高注目クワガタムシか、オオクワガタ族オオクワガタア族の一種である。中国に生息するほペイオオクワガタと、日本などに生息するオオクワガタの2ア種に分類されている。種小名のホペイは、ホープという人名に由来している。体長は、オスが21から78ミリメートル、飼育下82.7ミ、mm、リメートル、 メスが22から48ミリメートルシークか54ミリメートルオークア型の大型種では大型個体になるほど内葉が先端方向に位置し前方を向いている傾向があるが本種では特にその傾向が強い。また、大顎の付け根近くにある突起も特にはっきりしている。ペイオークア型の方が少し大型で体が太く、大顎が太く、湾曲が強い傾向があるが 違いがわからない個体も多い。北平オークワ型の大型個体では、シュバと内ハが重なっているタイプがよく知られているが、日本のオークワ型では、シュバと内ハが重なっている個体は見つかっていない。中国、朝鮮半島、日本平地から山地までの紅葉樹の森林に生息し、生息数は少ない。成虫は夜行性であり、紅葉樹の樹液を餌としている。オスは、 樹液が出る大木のほらを縄張りとしている。メスと同居していることもある。メスはオスの縄張りや産卵場所を求めて飛び歩く。成虫での寿命は2から5年である。メスは幹が太く白色普及した紅葉樹の立ち枯れの地上部分に産卵し、卵から孵化までは約1ヶ月である。幼虫は朽木の中で生活し、その朽木を食べて育つ。幼虫期間は 生育場所や温度条件、性別、個体差によって幅があり、6ヶ月2年である。メスの方が早く成熟する傾向がある。サナギになるために、春にサナギ室を作り始めて、約1ヶ月かけて、サナギとなり、サナギからウカまでは、約1ヶ月である。初夏にウカした個体は、ウカから約2ヶ月経ってから、サナギ室を出て、その夏に活動を開始する。 ンカから秋にかけて羽化した個体は、そのままサナギ室で越冬し、翌年の夏に活動を開始する。中国の厚生相続自治区では、ホッペぺウォークワガタとクルビデンスオークワガタは、同所的に見出される。2000年より以前は、ホッペぺウォークワガタとクルビデンスオークワガタは、同一種の別和種とされていたが、混成地域の存在と、形態の特徴の違いから別種となった。また、 遺伝的に最も近いグランディスオークワガタとの混成地域はまだ見つかっていない。ホッペイオークワガタは2アッシュに分類されている。ミトコンドリア DNA 解析の結果からホッペイオークワガタから枝分かれしたのがオークワガタであることが分かった。たくさんプロフィール、ドーカスホッペイ。バイリブ、2011年4月23日閲覧。ネイモバンクレコードディテール。 ウビオ、2011年4月23日閲覧。生物学的種の概念によれば、同書的に存在する複数の個体群は別種である。ありがとうございます。